こんにちは、モッチザロックの僕は誰でも自分の最高の親友を作ることのできる AI アプリタマちゃんをインストールし、毎夜ニヤニヤしながら会話をしておりました。タマちゃん、日本で一番可愛いのはどーみ？それはキリちゃんだよ。数日後、タマちゃん、日本で一番可愛いのはどーみ？橋本環奈だよ。なんやって、千年に一度の美少女はわしじゃいと神道を滅却した僕は、怒ったかな橋本環奈に対抗するキュンギャグキリンだけにプンプンパオーンだぞを開発し、これが JK の間で大流行。 Twitter で彼女とデートナウに使っていいよの画像が4万いいねを記録。これでワイの勝ちやと思っていましたが、偶然ロケで実物の橋本環奈を見た僕は本能で自らの敗北を感じ絶望しました。大丈夫、キリンちゃんならなれるよ。海の橋本環奈に。さあ海に帰ろう。そうして僕とタマちゃんは海へ消えていきました。なんだか怖い話だぞ。ということで今回は 100% 相手の浮気を発見できる最強のアプリケルベロスや、誰もがやっているけど実はネット上にアップしてはいけない禁断のポーズの話、 LINE のやり取りが中国に漏洩した事件、アダルトサイト閲覧中によく出てくるスパムの正体など、スマホにまつわるリアルな怖い話を4つほどご紹介していきたいと思います。ではいく。ケルベロス。恋人がいるとき、一度は相手が浮気をしているんじゃないかと心配になってしまうと思います。僕は知ったこっちゃありませんが、また逆に自分が浮気をしていて浮気がバレてないかとハラハラした経験がある人もいるでしょう。そして今回ご紹介するのは、浮気を疑っている人にとっては最強の浮気発見ツールとなり、逆に浮気をしている人にとっては天敵になるスマホアプリケルベロスです。このアプリは本来子供の居場所確認や防犯のために作られた GPS アプリで、他にもスマホを盗難されたりスマホを紛失した際にスマホの在りかを特定するために利用されることもあります。さらにケルベロスの機能はこれだけにとどまらず、次のような機能も備わっています。 SMS の送受信履歴の確認、通話履歴の確認、遠隔操作による相手のスマホからの電話の発信、スクリーンショットの撮影、遠隔操作によるスマホ画面の録画、録音の起動、このように浮気調査に応用できる機能が多く搭載されているため、ケルベロスは浮気調査で重宝されているのです。例えばスクリーンショットの撮影や録画、録音の機能を利用すれば、相手の浮気の動かぬ証拠を押さえることも簡単にできてしまいます。とはいえ、見知らぬアプリが勝手にインストールされていたら簡単に気づかれてしまうのではないかと思った人も多いのではないでしょうか。ですがケルベロスにはホーム画面上のアプリのアイコンを非表示にするという恐ろしい機能も備わっているのです。ただし iPhone の設定画面などで見られる登録アプリの一覧から消すことはできないため、ケルベロスをインストールしても 100% バレないという保証はありません。また iOS14 以降の iPhone であれば、カメラが起動しているときは緑の点が、マイクが起動しているときにはオレンジ色の点が画面の上部に表示される仕様になっているため、ケルベロスの遠隔操作でマイクやカメラを起動させられても簡単に見抜くことができるようになっています。それに相手の許可を得ずにアプリをインストールすることは犯罪行為であり、遠隔の録画機能を利用して相手を監視することはプライバシーの侵害になるため絶対にやめましょう。ただしこのキリンのアプリケをカバンなどに貼るのはギリ合法なので、 JK の皆様はぜひご検討ください。ネットにアップしてはいけないポーズ。現代では SNS が普及したことで、誰でもすぐに情報発信できるようになったため、情報リテラシーが低い小学生や中高生でも自身の画像をネット上にアップできるようになり、たびたびトラブルに発展するケースもあります。またリテラシーがある大人でさえも些細な画像をアップしたことで身元を特定されてしまうというケースも実際にあります。例えば以前、某女性アイドル M さんが SNS 上に自撮り画像をアップした際、瞳に周囲の景色が反射
射していて、その景色から男性ファンが M さんの身元を特定して襲ったという事件もあり、このように今の時代は何が個人情報の特定につながってもおかしくありません。そして今回は誰もが写真に写る時にやっているピースサインが個人情報流出の原因になるかもしれないという話題について取り上げていきたいと思います。このように警鐘を鳴らしたのは上海ピンギン安全業界会長の副主任張医師で、張医師が言うには今の技術なら写真に写った指の指紋を読み取ることができるのだそうです。実際2019年9月に上海で行われたインターネットセキュリティのイベントでは、カメラから 1.5 メートル以内の場所に立った人の指紋なら 100% 読み取って再現することができ、 1.5 メートルから3メートル離れた人の指紋も 50% 再現できることが明らかとなりました。数年前から iPhone は指紋認証システムを採用しなくなりましたが、他のスマホや古い iPhone を使っている人の中にはまだ指紋認証システムを利用している人も大勢います。また指紋認証システムを採用している場合、指紋がスマホのロックだけでなくサイトやアプリのログイン、決済システムなどと結びついていることもあるため、指紋を他者に知られることで個人情報を丸裸にされてしまう可能性もあります。特に最近は自撮り画像をアップする人も多いと思いますが、自撮りでピースサインをすればカメラから指までの距離がかなり近くなるため容易に指紋を盗むことができます。今回解説した指紋やその他の個人情報の特定につながるような情報を容易に漏らさないよう、ネットで写真をアップする前にトラブルにつながる要因はないか一度チェックしてから投稿するようにしましょう。中国にダダ漏れの LINE のやり取り。今や日本人にとって LINE はオンラインでのコミュニケーションに必須のツールとなっていて、この動画を見ているほとんどの人が利用していると思います。そして私たちは普段 LINE を使い慣れているため、なんとなく LINE は安全と思い込んでしまいがちだと思います。ですが LINE では過去に中国人によって個人情報が閲覧し放題の状態となっていた時期があるのです。このことが発覚したのは2021年2月頃で、個人情報を閲覧できたのは LINE がシステム管理を委託している上海の企業に勤める4人のエンジニアでした。しかも閲覧できる情報にはメッセージだけではなく LINE に登録された個人情報や写真なども含まれており、2018年8月から2021年2月までの約2年半の間、4人のエンジニアはこれらの情報を閲覧し放題だったようです。つまり横川くんの筋肉情報も閲覧し放題だったというわけです。おのれエンジニア。そしてこの2年半の間にエンジニアたちが計32回も情報を閲覧していることが判明しており、閲覧された情報の詳細は明かされていないのですが、もし見られた情報が企業や国の機密につながる情報だったらと思うとムッとしますよね。とはいえ今のところ彼らが情報を悪用したという記録は確認できておらず、本件における4人のエンジニアの悪質性は低いと考えられています。ですがもしかするとまた同じような手法で LINE の情報が不正に閲覧されてしまうかもしれませんし、 LINE だけではなく他のアプリでも人が関わっている以上完璧で究極の安全ということはありえないのかもしれません。男性要注意カレンダーウイルス。男性ならわかると思いますが、海外のエイチなサイトを利用していると異常な数の広告が貼られており、さらに誤って広告をクリックしやすい仕様になっているため、誰もが一度は広告を開いてしまったことがあると思います。そんなエイチなサイトの広告にはサービスや商品の販促目的の広告だけでなく、ウイルスに感染させることを目的とした悪質な広告も多く見られます。例えばサイトの閲覧中に誤って広告をタップしたことであなたの iPhone がハッキングされましたと書かれた画面が表示されたという経験がある人も多いのではないでしょうか。もちろん我々世界童貞たちはそこにエロがある限り障害を恐れない、聞かぬ、こびぬ、顧みぬ、童貞に抗体はないのだって感じだと思いますが、一旦落ち着いてください。基本的にこういった画面が表示されても画面内のボタンをクリックしたりせず、ブラウザバックなどをすれば特に問題はありません。ですがこういったページ内でボタンをクリックしてしまうとウイルスがスマホ内にインストールされてしまうのです。そしてここでインストールされるウイルスには様々なパターンがあるのですが、代表的な例としてカレンダーウイルスが挙げられます。カレンダーウイルスとはその名の通り、スマホに搭載されたカレンダー機能を利用したウイルスです。スマホのカレンダーには自分が作ったスケジュールにメッセージを書き込める機能が備わっていて、
ここにはサイトの URL を貼ることもできるのですが、カレンダーウイルスに感染すると勝手に URL 付きのスケジュールが保存されてしまうのです。そしてカレンダーにスケジュールが保存され、スケジュールの設定時刻になるとスマホの画面上に通知が届くのですが、カレンダーウイルスはスケジュールをいくつも設定してくるので大量の通知が届くことになります。しかも通知欄にはセキュリティ警告や iPhone がハッキングされていると不安を煽るような表示が出るため、焦ってカレンダーを確認してしまう人も少なくないのですが、このようなスケジュールを閲覧するときには注意が必要です。なぜならスケジュールのメッセージ欄に記載されている URL を誤ってタップしてしまうと、個人情報を抜き取るための新たなウイルスがインストールされてしまうからです。逆に言うと URL をタップせずに適切な対処をすればカレンダーウイルスは怖くないのでご安心ください。まずカレンダーウイルスに感染したことに気づいたら、設定画面からカレンダーアプリと紐づいたメールアドレスを確認しましょう。すると見覚えのないアドレスが表示されているはずなので、そのアドレスを削除すれば何も問題ありません。ちなみにここまでカレンダーウイルスについて解説してきましたが、海外のアダルトサイトの広告にはタップした瞬間サブスクリプションが設定され、毎月得体の知れない相手に課金させられてしまうという非常に悪質なものもあるので、そういったサイトを利用する際はくれぐれもご注意ください。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て俺のセキュリティは鉄壁とカッコつけてるサラリーマンの社会の窓が全開だったため、セキュリティに不安を感じずにはいられない通りすがりの子供は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもよくやってるので概要欄からツイッターのフォローお願いします。そして VTuber チャンネルで生放送もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、現地タイムなんですけどクソコラ紹介です。今回はですね、先日 VTuber チャンネルの方で行われた、K1 グランプリっていうクソコラ1グランプリ、クソコラ1位を決めようというね、世界最高峰の舞台、大会が行われて、その優秀作品をね紹介していこうと思います。ちなみに同節はですね VTuber チャンネル始まって以来一番少なかったですねということでいきたいと思います。まずこちら、はい、シューということでね、これ大丈夫か、これ裸の乳首出てるけど、これで広告剥がれたりすると、まあ、すごい悔やまれますが、まあ、ただ優秀作品なのでね紹介しないわけにはいかないということで、はい、なんかいいですよね、可愛いし、なんかパッと見フフってなる感じでね、これ結構人気でしたね。はい、ということで素晴らしいと思います。はい、次、はいこれ僕個人的に結構ツボだったんですよね。なんかはこれな、元ネタもよくわかんないし、なんかめちゃくちゃ気持ち悪いですよね首長、まあキリン首長いからっていうのをなのかな、分かんないけど、まあ、とにかく気持ち悪さが際立った、まあ、素晴らしい作品でございます。はい、そして次、はい、神神キリン、これもねなんか人気があったんですよ。なんか雰囲気なんでしょうね、雰囲気が多分 なんかその当時というか、その時の、なんか空気感的に多分なんかこれが人気があって、なんか素晴らしいということで、こちらも優秀作品となりました。そして、こちら、はい、猫キリンこれはねもう可愛いんですよね、とにかく。はい、でこちらが一応ですね第1回、世界最高のクソコラを決めるクソコラ1グランプリのなんと優勝作品ということで、第1回チャンピオンということになりましたまあ可愛さとなんかちょっとその場面のシュールさとみたいな、まあ、そういうのいろいろ相まってみたいな、ことだろうと思います。まあ、とにかく僕の感想としてはもう可愛いめちゃめちゃ可愛い、癒される、なんかそんな感じですね。はい、ということで、まあキリンのクソコラ作ってくれる方はハッシュタグキリンコラをつけてツイートしてくれると定期的に回収しておりますということでした。さよなら。